ガムラウッデビは2009年4月5日に建設されたスウェーデンヨーテボリにあるサッカースタジアムである。ヨーテボリアライアンスのクラブであるイフックヨーテボリ、ガイス、エルグリィーテイズとサッカースウェーデン女子代表がホームスタジアムとして使用する。収容人数は19000人で、内座席数は15000席である。また2500平方メートルの商業スペースと27の ボックスシートを備えている。ピッチは10568メートルで天然芝を使用している。元来、カムラウッテビは1916年に建設されたが、2007年から2009年にかけて改築され、現在の形になっている。また、隣接してニーヤウッテビがある。ヨーテボリをホームタウンとするサンクラブ、イフックヨーテボリ、ガイス、エルグリーテイズは、 1919年から、ヨーテボリアライアンスを結んでおり、様々な活動を共に行っている。特に国際マッチは数多く企画しており、アーセナル、AC ミラン、ディナモモスクワ、マンチェスターユナイテッドなどのビッグクラブを共同で招待し、ガムラウッデビで試合を行っている。ニーアウレビが完成した際に、アライアンスは移転し、 以降33年間ホームスタジアムをそこに置いていたが、1992年にガムラウッデビに戻り、2006年から2009年の再建の時期を除き、現在も3クラブはガムラウッデビをホームスタジアムとしている。改築後のガムラウッデビは2007年以前のガムラウッデビと区別するため、ニーヤガムラウッデビと呼ばれることがある。また、名称に含まれる。 ガムラとはスウェーデン語で、古い、旧などを意味する。http://www.gamlaullevi.se スラッシュ allianseen スラッシュ allianseen。ゴンラリービ、アクセストディセンバー25-2009。ありがとうございます。